はい、こんにちは、ペストでございます。横山物語続きやっていきましょう。秋場所本場所でございます。前回とね、ほぼ変わってないんですけど、スワクさんが関脇のヒット、ヒットじゃないね、東の正関脇ですね。で、十両はこんな感じですね。鳴滝さん、久世さん、三条さんの3人ということですね。さあ、山内さんがね、組んでいきましょう。ちょっとまだ技を持ってるんでね、有利は有利ですよね。はい、初日なんでね、いつものように全員見ましょう。まず鳴滝さんから、八嶋力さんとの一番ですね。残った、いやいやいや、おお、一気に残った、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 まあ、押してはいるんだけどね、突き出せないよね。いや、残った、残った。ああ、入れました。まず初日出ましたね。はい、お次は、久世さんですね。銀鱗さんとの一番ですね。残った、残った。おお、うまい下手投げ、久世さんの勝ち。久世さんも初日出ましたね。お次は三条さん、初勝ち岳さんですね。より対押し、お、一気に押す、一気に押す、一気に押す。しかしここで決めれない。残った、押しの一手でいかないとね、三条さんの場合は。そう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 、残った、残った、土俵際で組まれちゃうね。どうしても有利は有利なんですけどね。この繰り返しで寄って、でまた押して、でまた寄って、ああ、今度は行きましたね、押し出し。三条さんも初日出ました。十両は3人とも勝ちましたね。で、関脇スザクさん、小結びの唐津山さんとの一番ですね。スナクさんは得意は小手投げっぽいね。ただね、なんていうか、番付上がった時にね、戦闘パターン変わったりするみたいですよね。一時の山内さんがそうやったみたいにね。で、組ませたらマシになったっていう。残った、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 残った。そのままいくか。あ、いったいった。スタッフさんも初日出ましたね。さあ、衰えに出てきたお二人ですね。三崎さん、まず氷川さんとですね。首投げ得意ですよね。お、張り手をかわして、あ、内掛けうまい。はい、で次は神様かな。神様は金剛山さんとですね。あ、下手投げこらえられた。一気につく、一気につく、一気につく、一気につく。ここで決めれない。おお、突き出した。山内さんもなんとか初一。はい、姉小路さんは桐風さんとの一番ですね。残った、残った。さあ、得意の突っ張り、ああ、まあいい突き落とし。はい、ということで全員勝ちましたね。素晴らしいスタートですね。上位陣全員勝ってるからね、また波乱が起こるかどうか。はい、
と姉小路さんね。なるたきさんは尾瀬チカラさんとですね、クゼさんのお相手はドハツテンさん、三条さんは若日光さんとですね、まあ、2日目なんでごめんなさいちょっと端折って言ってますけども、スザクさんはコトフドウさんと、ミササギさんはヒテンマさん、山内さんは方針園さんで、最後姉小路さんは奥武蔵さんとですね。スザクさん、はたかれてる。あ、ミササギさん、とったり使ってたんですね。重量は、ナルタキさん以外全員2人負けちゃいましたね。はい、3日目いきましょう。高川さんが強くなってくると面白そうですけどね。張り手一番ね、猪木さんみたいな感じになってくるのかな。はい、鳴滝さんは神田川さんですね。三条さんはドハツテンさんと、久世さんのお相手は若日光さん、上位と当たってますね。重量のスザクさん、ヒテンマさんですね、前頭筆頭で、ミササギさんは小結びの琴不動さん、山の内さんは桐風さんで、ラスト姉小路さんは金剛山さんとの一番ですね。あ、今日は全員勝ってくれたね。金津山さんが、あ、ケハさんに言いぞりで負けてるんだ。重量は、あ、三条さんが連敗か。おお、鳴滝さん、まあ神奈川さんですからね。で、久世さんが打ち無双を決めてますね。はい、4日目いきましょう。あら、暴露さんに連敗。まあ、片木原さん、寺町さんはね、次上がれる感じですかね。さあ、久世さん、鹿島氏さんとですね、お相手1勝2敗。三条さんは3連敗中の浦風さん。奈良時さんは1勝2敗の大梅の祖さん。で、須崎さんかな、次は。そうですね、大津山さんと2勝1敗同士。あ、ごめんなさい、飛ばします。三佐々さんは3連敗中の武神会さん、山之内さんは小結び、こちらも3連敗中唐津山さんで、姉小路さんは、あ、秘天馬さんも3連敗中なんですね。あ、山之内さん桁繰られてる。三佐々木さんは、連勝。須崎さんもね、上手投げで大津山さん破ってますね。重量は、あ、三条さんだけが勝った状態か。はい、4日目終了しました。姉小路さん4連勝、山内さん、須崎さん3勝1敗、三佐々さんも4連勝で、重量は鳴滝さん3勝1敗、久世さん、三条さん2勝2敗ですね。では5日目いきましょう。
鳴滝さんはね、もう、あ、ここでどう思うか、クゼさん、三条さん。はい、クゼさん、三条さん、2勝2敗同士で、どうも対決ですね。うちもそこらえた。今度は外掛け、まあ、再び内無双で三条さん押す、押す、あ、クゼさん押す、押す、今度はくらえて、あ、三条さんちょっと苦戦、すくい投げ、クゼさんの勝ち。はい、鳴滝さんは2勝2敗の巻雲さん、これは発処理ますね、パスしますね。スワクさん2勝2敗の荒日高さんと、ミササギさんは3勝1敗のヒューマさん、ヒューマさんでいいのかな。山の内さんは1勝3敗コトフドウさんですね。でラスト姉小路さん、こちらも1勝3敗の氷川さん、あ、4人とも上位陣勝ってますね。まだ、あ、唐津山さんがよう負けてるな。重量は、あ、そうか、久世さんはね、同門対決でしたよ。鳴滝さんが負けちゃったんですね。はい、3日目いきましょう。さあ、中身近いところで、姉小路さんは三役が当たってきますね。はい、三女さんのお相手は3勝2敗の鹿島富士さん、久世さんは5連敗中浦風さん、鳴滝さんは星朝香さんでいいのかな、こちらも5連敗中、スワクさん3勝2敗のヒューマさん、三崎さんは、2勝3敗の荒日高さん、山内さんは5連敗中飛天馬さん、で姉小路さんは1勝4敗小結び唐津山さんとですね。お、山内さんが見どころ攻め出たね。おー、三崎さんも負けじと見どころ攻めで、スザクさんより倒しでヒューマさん破ってますね。ジョイジー安泰、重量は、あ、3人とも勝ってますね。三条さんも押し出してるわ。はい、3日目終了です。姉小路さん、三崎さん6連勝、山之内さん、須作さん5勝1敗、鳴滝さん4勝2敗、久世さん4勝2敗、三条さん3勝3敗で、7日目。お、ここで須作さんと姉小路さん、山之内さんは、あ、大勢奇形派さん、これもちょっと見たい対、一番ですね。佐々木さんは小金沙さんとか、はい、久世さんは6連敗中星朝香さん、三条さんは巻雲さんと3勝3敗同士ですね。鳴滝さんは若二子さん、こちらは4勝2敗同士。三崎さん、小金沙さん、6連勝同士での一番、これはちょっと見ましょうか。さあ、まあ、小金沙さんもね、マスクデータだけどね、衰えはあるとは思ってるんですけどね。そう、この2人だとね、ほんと組み合いになっちゃうんですよね。うわ、絞ってきた。残った。外掛けはこらえられた。
佐々木さん寄る外掛けも一応こらえられる。慌て出し投げ、小岩札さんの勝ち。はい、山内さんは、大関啓波さんとですね、こちらも6連勝中か、強いなぁ。さあ神様どう仕掛ける。下手投げ。はい、姉小路さんと須崎さん同門対決ですね。姉小路さん6連勝中、須崎さん5勝1敗の状態で1番ですね。お、うまい、突き落とし。姉小路さんが7連勝。さあ十両は鳴滝さん、三条さん、あ、くず3人とも勝ってますね。スワクさんだけね、姉小路さんに負けちゃったから2敗目いっちゃいましたけど。あ、天皇藩さん土つきましたね。あ、飛天翔さんが4勝3敗か。あとは唐津山さんこと不動さんのね、張り出しの小結びが2勝5敗という状態ですね。はい、前半戦ラスト8日目いきたいと思います。姉小路さん、その飛天翔さんとの一番ですね。山内さん、あ、ここで、ライバル対決か。で、スワクさんは中日で横綱と当たりますね。お、2勝2敗に盛り返してきましたね。あ、2人は勝ち越し。はい、久世さん、海舟さんですね。お相手6勝1敗、これはちょっと強敵っぽいね。三条さんは青梅の札さん4勝3敗同士。鳴滝さん、初勝ち岳さんですね。お相手2勝5敗。三佐崎さん、山内さん6勝1敗同士で、同門ライバル対決。登った、いや、神様がどう仕掛けるか。またちょっとね、最近三佐崎さんの方が勝ち出してるんでね。大阪取ったり使うが、三佐崎さんこらえる。ああ、上手出し投げか、うまい。神様の勝ち。はい、て、スタッフさんごめんなさい、テルナハンさんですね。お相手6勝1敗。さあ、これなんか解かないとね。スザクさんは上を目指せない。大関にはいってほしいよね。おお、2つこらえた。巻き返して、あ、絞り込んだ。残った。あ、寄ってきた。あ、首投げか。強い、テナーさん。さあ、姉小路さん勝ち越しかかってるんで確認しましょう。4勝3敗関脇飛天翔さんとの一番です。残った。あ、突き落としこらえられた。これはピンチ。残った。抜群のタイミングでね、突き落とし使うんですけどね、姉小路さん。残った。おー、突き出した。8連勝で勝ち越し。さあ十両は鳴滝さん、あ、三条さんだけ内掛けで負けちゃったのか。おー、久世さん逆取ったり使ってる。はい、8連勝はね、姉小路さんと小川札さんだけになってますね。で、山内さんが7勝1敗、三佐崎さん6勝2敗、須崎さん5勝3敗。で、十両は鳴滝さんが6勝2敗、久世さんも6勝2敗か。で、三条さん4勝4敗。はい、では9日目行きたいところなんですけども、いつものようにまた後半戦は次回にさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では後半戦お楽しみに。さよなら。